って思われるの嫌だから先に言っとくね。ニキビバッジがテカってるだけだ。先に言っとく。大丈夫そう？本当？全然わかんないから大丈夫だ。あ、本当？よかった。珍しいとこできた。だって本当それ。でも今顎治安いいでしょ。そう、治安いい時は治安いいんだけどさ。ね。本当に前触れなくいつも顎ひどくなるから。今あとだけ残ってる。山梨のイベントって何するんですか。ね、大西たちも分かんないんだけど、ラジオって書いてたから公開ラジオするんじゃないかなって勝手に思ってるんだけれども、うんって思って。山梨楽しみ。ユーナンモギヨン卒業の悲しさを癒しに来てもらいました。あらね、ユーナンモギヨンチャンネルなくならないけどね、卒業しちゃうんだね。寂しい。コンサートやるのねってね。そう、コンサートやるだからそれ絶対応募しないとね。挑戦するように祈ってるよ。もーちゃんは YouTube しないの？しないね。あ、一応あの事務所のやつがあるんで、私ぜひアリゲーターチャンネル、ぜひチャンネル登録してね。何も投稿してないけど、ぜひ。ちゃっかりしちゃってはいるね。メンバーの YouTube とか見てる？見てる。ナルタワも、あのナルタワたまーにこう自分がちゃっかりチラって出てたりするから、それ見たりとか、あとゆきりんさんのやつ見てるし、ユーナーモギオン見てるし、夢ミールも見てたの。でもそのぐらいかも。うん、メンバーはそのぐらいかな。エリーちゃん、あ、確かにエリーちゃんも自分のなんか名前が出てたりしたら見たりしてます。うん、うん、って感じかな。来年からは何を楽しみに仕事頑張ればいいのやらって。何、ユーナモギョンチャンネルなくなってってこと？加工動画見るしかない。
ところでメールのケチャップの正解は何だ。あ、ムライス、そう、メールのね答えはね、そう、メールで問題出したんですけど、メールの答えは、正解は紫ピクミンでした。正解者多分おらず、ピクミンまでは当たってた人がねいたんだけどね、紫ピクミンまではね、そう、誰も答えれてなかったので、きっと多分そうです、残念。そうですね、みんなまだまだだね、ピクミンへの愛みんなのピクミンへの愛はちょっとまだまだだっていうことが分かった。そう、紫ピクミン、ほら口なかったでしょ、他のやつもないっけ。青ピクミンとか口あるんだよそう、だから紫ピクミンは目が丸いのと口がないのと、あとこの辺になんかニョンニョンしたやつが入ってるから、そう、それを書いた。そうです、残念残念。そうです、ふい、紫ピクミンは強い、紫ピクミン強いよ。めっちゃ強い。なんかね、赤ピクミン、有名なやついるでしょ、火に強いやつ。赤ピクミンは一人で、あの、一個のものを持ってるの。例えば物を運ぶんだけど、ピクミンって運んでくれるんだけど、ピクミンが10匹いれば、あの、運べるものとか、あの、物によって個数が違うんですよ。7個で7匹投げたら、その7個分のものを運んでくれるんだけど、そう、でも例えば10匹いないと持てないものがあったとして、紫ピクミンは1匹投げるともうそれ1人で持ってってくれる。そう、だからスイカとかめっちゃ、例えばでっかいなんかものがあったとして、ピクミン100人いないと持ってこられないよってものを、紫ピクミンは10匹いると運べるんです。そう、力持ち、紫ピクミンは力持ち、体重めっちゃ重そうな音してる、ドン。そうだ、すごいでしょ。でもさ、なんかこう最近ね、やっぱ空いてる時間が多いからさ、おいしい、空き時間ずっとピクミンしてたりするんだけどさ、もうちょっとで終わっちゃいそうなの、やだ、全クリしちゃいそうで嫌なんだよ。寂しい、今からもう多分あと1回やったら終わっちゃうんだろうなぐらいの、あの、そう、宝物とか全てもうちょっとで集めきっちゃいそうなんですよ。寂しい、でもなんか今回のピクミン4はなんかお昼の探索と、もう一個夜の探索があって、それで大西は夜の探索をほとんど進めてないから、まだまあそっちはあるんだけど、でも大西は夜、なんか夜の探索よりね、お昼の探索の方が好きなんです。そう、そう、だから悲しいの、その自分の好きなストーリーのものが終わってしまうのが。何が違う？夜はなんかね、ちょっと凶暴なんだよね、なんか怖い、なんか平和じゃない、
お宝集めるとかじゃないのよ、なんか。なんかね、守るみたいな、なんか自分の基地みたいなやつを。なんかね、あんま、そうなんだよね。昼の方が楽しい。からでも夜の探索みたいなのをしないと、なんか葉っぱ星人っていうのがいてねその葉っぱ星人を救えないの。もうそれが今何十人溜まってるんだろう、20人ぐらい溜まってんじゃないかな、なんかいっぱい溜まってて、やんなきゃいけないんだけど、早く救ってあげてってよくわからんが助けてあげて、お昼の探索が終わってやることがねピクミンでなくなってしまったら夜の方進めていこうと思うんだけど、そうなんだ。じゃあ、 あのお宝集めたりするのが好きなんです。でも我慢して夏だったから、多分もうちょっと早くに発売しちゃったと思う。あ、おし9月に買ったかな、多分。写真集の誕生日に買っ、もし誕生日に買ってなかったっけ、自分の誕生日当日ではないわ、あの写真集の渋谷でのお渡し会の日に買ったような気がする。15分だった。55分ぐらいに終われるようにするわ。誕生日はショールームやってないから知らん。大西？嘘？え？私？え、大西？え、なんで？え、やってた？やってないの大西？ああそういうこと？ああああああ、いやそうだね。あの日ね、あの日ね、何してたっけ誕生日と思った。そうだ、ショールームスタジオ行って配信してた。はいはい、あの日ね。なんか誕生日の記憶全然ないや。自分への誕生日プレゼントとしたかった。そうだね、そうなるね。そうだね、今年確かに何も買ってないね。ピクミンぐらいかもしれない、誕生日プレゼント自分。確かに言われてみたらそうかもしれないわ。え、なんか買おう自分にタンプレそうじゃんね、なんかそうだ、なんかしっかり忘れてたわ。
そうだ、顔なんか去年とかでも美味しかったんかな。なんか自分にさタンプレを買うっていう習慣あんまないような気がする。でもなんか去年買ってなかったっけ、違う、わかんない。うん、何が欲しいですか今。欲しいのあるんだよ。でもここで言うとさ届いてしまいそうだからちょっと言わないでおくんだけど、でも確かに確かにそれを理由にして買っちゃえば自分の中でも腑に落ちそう。うん、それを理由に買ってしまおう。それ新しい香水買う時期ですか。ああーそれもねあるんだよ。そうそう、あのね一個また自分のさうわこれいい匂いってやつ見っけてさ、そうそれをまた買いに行こうかしらとも思ってるんだけど、まあ、これはねみんな匂いが分かんないからゲットできないから言うんだけど、そうなの。好きな香水のブランドの屋さんがあってね、そこ1個買うと試供品を絶対くださるんだけど、その試供品でわーこの匂いいい匂いってやつまた見つけちゃってさ、それが欲しいの。お揃いにしたいから教えてって。ダメダメこうそれは自分の好きなやつの方がいいよ多分ね。うん、そうだよね。香水くらい教えて。ダメ。香水は逆にダメだね。服とかなら全然いいよ。香水は知ってる、あれ好きな人と同じ匂いになるのあんまり良くないんだって。だから教えない。香水はね、自分の匂いをね、見つけた方がいいよ。うん。そうだ。で大西、あでも大西あれどうなんだろう、握手会とかでもさめっちゃつけてるんだけどさ大西でもあれ1枚あるから全然あれなのかな、感じないのかな匂い。そうだよね、全然わかんないよね。あ、香水してたの分かったやつ、あ、ほんと？そう、一部ごとにニプッシュジャジャってやって言ってたんだけど、それん、そろそろ終わりの時間かしらね。ではでは、じゃあちょっとランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。
きますよ。1位まさみさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が挨拶始めました、アットマークミリアさん、おとめさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がきょういさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。で8位が、ケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がコバアットマーク大西さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がリエボアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がマドカさん、ありがとうございます。イエイ。そして10ラスト13位がひざさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ありがとう。今ちゃんとみんな読めた？おにし読めてるかな。読めてるか。ありがとう。じゃあ、次タワー読んでいきたいと思います。じゃあ1位と2位の方かな。ありがとうございます。じゃあいくよ。1位の方から、まず1位のまさみーさん、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 タワーありがとうございます。ありがたわー。ありがとうございます。イエイ。ありがとう、まさみーさん、ありがとう。そして続きまして2位の挨拶始めました、アットマークミリアさん、おたおめさん、挨拶始めましたさん、挨拶始めましたさん、挨拶始めましたさん、タワーありがとうございます。ありがたわー。ありがとうございます。イエイ。ミリアちゃんも誕生日おめでとう。ありがとうございます。イエイ。皆様も本当にありがとうございました。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、この色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ということで、明日は早起きなのですぐ寝れるように頑張りたいと思います。じゃあね、おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。